第1号は父親のかかしを作りました。洋服も父親に似せて畑に置いたんですよね。そしたらそれを見て、あの近所の人が自分の父親と間違えて、あ、今日はこの野菜で早くから畑しとるなとか言って、おはようとか声かけてかかしやったという、うん、そんなんで。参観日、ここ参観日みたいな感じにしてるんですけど、あの昔はこうしてたくさん子供がねおって、まあ、よかったなって、昔は賑やかでよかったないうような感じにこの部屋はしています。あの先が暗い考え、あのどういうふうになってるかもとか、そんなあんまり今は考えなくって、今を楽しくあのやっていけたらいいかなと思うんで、もう先がどうなって暗いのは考えたくないんで。